職場の大学の2階から見える風景です。マクドナルドは今お昼の時間帯なので人が待ってるのと、あとフードパンダですね、食料デリバリーサービスのフードパンダのドライバー配達員が待ってますね。そしてこちら、ちょっと見えにくいですけど、この道はやはりまだ渋滞ずっとしてますね。皆さんこんにちは、フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。今私が勤めている大学のこのテラスにいます。外はこんな感じです。クリニックがあったり、してるんですけども、ちょうど昼休み時間になりましたので、視聴者様のコメントでちょっと私の職場の周りの様子も教えてほしいという依頼がありましたので、昼休み時間中にですね、ちょっと私の勤めているダバオ市の大学の近辺を歩いて撮影してみたいと思います。それでは行ってみましょう。保護器具を売ってますね。 How much? 1つ80ペソだそうです。アイスジャイアンツというアイスが売り物のお店ですけど、デザートとか、ここもテイクアウト、デリバリーのみですね。イエローキャップはグラブフードが配達してますね。でこちらは前まで好きに中入れたんですけど、今はこのように体温を測って検査を受けてからしかこのエリアに入れなくなりました。歯医者さんがここやオープンって今なって、あ、やってますね。閉めてる歯医者さんも多いんですが、許可はされているので営業してる歯医者さんもあります。あそこも普段平日であればテーブルが外に並んでて人がたくさんお昼ご飯食べれる場所なんですけども、今は売店しかやってなくて人がいないです。 JP ローレルですね。前はこんなゲートはなくて自由に入れて通れたんですけど、今は入り口が決められてまして入れないようになっています。以前はここ自由に入れたんですが、入り口まで行かないと、今入り口が一つになってまして、入り口まで行かないと入れません。ここからも入れません。あっち側に行かないと入れないということです。学校前と IT パークの間にある駐車場です。ここにもう歩行者が分かれて入場するように、そしてもう行列ができてもいいように、こう、矢印と、だいたい1メートルちょっと開けた間隔で線が引いてありますね。そしてこちらが入り口で、ちゃんと人が見てて、あと手を洗う場所もありますね。スーパーはあちら。でこちらでまず手を洗ってから入場で検温されます。あそこから入場で、入る人は検温、そして手を洗わなくちゃいけません。そしてこういったお店はフードパンダというフードデリバリーサービスか、テイクアウトオンリーとなってますね。メルコというパン屋さん、レジのところにはビニールのシートが貼ってあって、ここのビニールのところからやり取りですね。でここの矢印で右側通行となってますね。車は渋滞がすごいです。ここは両替がいいレートでできる場所です。マスクなしでは入場不可で、フードパンダ使えます。音楽学校はクローズですね。お菓子屋さんは開いてます。マスクと 1.5 メートルの距離を取るようにと。こちらも送金ができるお店です。はい、そんな感じです。で、出口はあちらから出ます。以前まであちらから入場入ってくることもできたんですが、今は出口専用となっていますね。ここのヘアサロンは開いてますね。入り口
違いありますけど、今お昼休みの12時半ぐらいなんですが、スーパーの前は人が並んでいます。お産ですね、空いてるそうです。まあ、基本的に今このイタリア料理屋さんもテイクアウトのみとなってますね。あ、カフェもオープンって書いてありますね。おそらくテイクアウトのみはここら辺は OK です。そしてここもこのように、入れないようになってまして、入り口が、決められています。ドライブスルー、すごい行列ができてます。なるほどですね。外で待つエリアがあります。フードパンダさんが待つエリアもありますね。テイクアウトの人も中で椅子で待つようになっています。あ、マクドナルドは7時から朝の7時から夜の7時までテイクアウトとドライブスルーのみやってますということです。はい、お昼休みに外に、お昼休みに外にちょっと様子を見に行ってきました。やっぱマスクしてるとですね、あの暑い中きついですね、歩いてると。今もう多分30度ぐらい外の気温あると思うんですけども、はい、非常に暑いです。また、外の様子もお伝えしたいと思います。